今日は大貫が先発でした。いきなり先頭バッターの梶谷にフェンス直撃のツーベースヒット。ピンチを作ってノーアウトランナー2塁でバッター今日2番に入ったウィーラー、ウィーラーもライトフェンス直撃のタイムリーツーベース。1点をジャイアンツに先制を許します。一方ジャイアンツ先発は今日1軍復帰の戸郷。1回裏ツーアウトランナーなしからオースティンが第6号のソロホームラン、すぐに同点としました。1対1。2回はワンアウト三塁、横浜チャンス、バッター峰井コンパクトに打ちました。これをただセカンドが取ってバックホーム、外にタッチして最後アウト。岡林の好プレーでした。大貫3回は3者連続三振を取ります。1番の梶谷、そして2番のウィーラーと初回にやられた2人を三振、そして3番の丸も三振、徐々に立ち直ってきます。ところが4回ワンアウトランナーなしからスモークに一発、第2号のソロホームラン、2対1、ジャイアンツが1点リード勝ち越します。5回表2アウト3塁で岡本、ただここは大貫が三振。5回裏です。ベイスターズはワンアウト2塁でオースティン、レフト前タイムリーヒット。ここは 1-2-3 番がつながって2対2同点に追いつきました。そして7回、素晴らしいピッチングはエスコバー、代打広岡三振、そしてツーアウトから梶谷ピッチャーゴロ、三者凡退きっちりと抑えました。この流れで7回裏ツーアウトランナー2、3塁とチャンスを作った DeNA ベイスターズ、バッターは牧、ピッチャー野上、ただ牧がライト方向の打球、ライトフライで結局無得点、勝ち越しなりません。8回表山崎康明、ノーアウト1塁でバッター丸を迎えます。これ強烈な打球、ランナーもスタートを切っていて戻れず、ファーストライナーダブルプレー、さらに岡本を迎えて岡本は詰まった当たりセカンドフライ。8回の表同点のまま終わります。そして8回の裏バッター峰井ツーアウトランナーなし、しかしここは鍵谷に三振に抑えられます。9回同点で三島、ワンアウト取った後若林、今季の第1号のソロホームラン、ライトスタンドへ勝ち越しのホームラン、3対2。その余韻もある中、今度は吉川、続く吉川が第3号のソロホームラン、4対2。若林、吉川直樹の連続ホームランで4対2、9回の表2点リード。そして最後は第2打席で三振でゲームセット、4対2、ジャイアンツが勝利です。